翔君、仁君、岸君の美しい三角関係、絆と信頼の秘密とは、感動、翔君が語る仁君と岸君への愛情、ファン必見のエピソード。翔君、仁君、そして岸君の三角関係は、まるで完璧な正三角形のようにバランスが取れています。この関係は、家族や友人、仕事仲間以上のものです。彼らの絆は非常に強く、信頼が基盤となっています。 翔くんは、メンバーが一緒でないと落ち着かないと言います。これは彼の中で、2人が、俺のという強い愛情の表れです。この唯一無二の関係は、単なる家族や友達、仕事仲間を超えたもので、絶対的な信頼に基づいています。ある日、翔くんが予定を変更すると、翔くんがすぐに拗ねてしまう様子が見られました。その可愛らしい姿に、多くのファンは心を奪われました。 また、ある時のバラエティ番組で、剣派、猫派と尋ねられた際に、翔くんが、ガン派と即答したことも、彼のメンバーへの愛情の深さを物語っています。キンプリ時代から、翔くんのメンバー愛は最強でした。そして現在、ナンバーアンダーライン愛としての3人の役割とバランスも最強であり、互いに大好きな関係だからこそ、素晴らしいパフォーマンスが実現しています。 3人が楽しそうに活動している姿を見ることは、ファンにとって何より嬉しいことです。この関係は、まるで美しい正三角形のようです。一人一人が欠けることなく、バランスの取れた仲良し関係が続いているのは本当に素晴らしいことです。ずっとこの関係を見守り続けたいと、多くのファンが願っています。3人が仲良く、楽しく活動し続け、 世界中にその魅力を轟かせることを期待しています。最近、ロフトに行ってみたところ、翔君の人気が改めて感じられました。シャンプーを注文することができたことに、とても嬉しく思いました。ジグヒラは相思相愛であり、岸く君への翔君の愛情が強く感じられます。その関係は、まさに心の声が、可愛いと出てしまうほどです。3人の仲の良さが伝わり、 ファンとしては大好きです。どちらか一人を選ぶことはできないという気持ちは、多くのファンに共感されます。このような美しい関係は、まるで初めて見る綺麗な二股のようです。いや、実際には正三角形です。そのバランスの良さが、今のナンバーアンダーライン愛の魅力を作り出しているのです。三人で作る正三角形は愛おしく、見ているだけで幸せな気持ちになります。 今回の動画も最高でした。三人の関係は、誰か一人が仲間外れになることなく、綺麗な三角形を描いています。この大人の男らしさと少年のような遊び心を持つ三人の関係は、本当に特別です。そして、この先も三人でいろんなパフォーマンスを見せてくれることを願っています。ロフトに行った際には、厚かましくも2ショットを撮ることができました。しかし、 商品はお試しサイズしかなく、それも1人2袋までという制限がありました。それでも、多くのファンが写真を撮っていたことからも、翔くんの人気の高さがうかがえます。等身大パネルと一緒に写真を撮ったり、シャンプーを購入したりすることができた日は、まさにハッピーな一日でした。しかし、買うのを忘れてしまったり、売り切れで手に入らなかったりするファンも多く、少し残念な気持ちもあります。 歓喜じゃんけんで勝った岸くんを見て、翔くんがとても嬉しそうにしていた動画もありました。このような誰も勝てないし、入り込めない素敵な関係が、ナンバーアンダーライン愛の魅力を一層引き立てています。ザ・ールフィーが1973年に結成され、1974年にシングルデビューし、今年でデビュー50周年を迎えることを考えると、 ナンバーアンダーライン愛も長い年月をかけてこの素晴らしい関係を続けていくことを期待しています。ビジネスマン向けの雑誌ニューズウィークの表紙にも登場するなど、彼らの影響力は幅広いです。翔くんのパネルは等身大ではなく全身パネルであるという細かい点も、ファンにとっては重要な情報です。ファン層が広がり、様々な年齢層の人々が彼らを応援しています。三人の関係は、 誰もが羨むほどの強い絆で結ばれています。この先もずっと続くであろうこの関係を見守り続け、彼らの成長とともにファンも一緒に歩んでいくことを願っています。彼らのパフォーマンスは、これからも多くの人々に感動を与え続けるでしょう。そして、最後に一つ質問です。あなたが思う、翔君、仁君、岸くんの関係の一番の魅力は何ですかぜひ、 あなたの意見を聞かせてください。この3人の関係性をさらに深く考えてみると、彼らの魅力は単に仲が良いだけではなく、その絆がいかにして築かれ、維持されているかにあると思います。翔くんがメンバーと一緒にいることで安心感を得ているように、彼らの関係は支え合い、励まし合うことで成り立っています。この支え合いは、単なる友情を超えたものです。仕事のパートナーとしても、 彼らはお互いを尊重し、理解し合っています。例えば、翔くんが何か困難に直面したとき、君くんとキシくんはすぐに彼をサポートします。逆に、仁君くんやキシくんが何か問題を抱えたときも、翔くんは全力で彼らを支えます。このような相互扶助の関係が、彼らの強い絆を築いているのです。また、彼らの関係は、個々の成長にも大きな影響を与えています。 例えば、翔くんが新しいスキルを習得する際、仁くんと岸くんの存在が彼を励まし、モチベーションを高めます。逆に、仁くんや岸くんが新しい挑戦に直面するときも、翔くんの励ましが彼らの大きな支えとなります。このように、お互いが成長し合うことで、彼らの関係はますます強固なものとなっているのです。さらに、彼らのパフォーマンスもこの強い絆によって引き立てられています。 ステージ上での彼らのパフォーマンスは、一体感と調和が感じられます。三人が一つのチームとして動くことで、観客に感動を与え、その魅力を最大限に引き出しています。彼らのパフォーマンスを見ると、その裏には深い信頼と理解があることが感じられます。彼らの関係は、ただ仲が良いだけではなく、深い絆と信頼によって支えられています。この絆が、彼らの魅力を一層引き立て、 多くのファンを魅了しているのです。この先も、彼らの関係が続き、さらに深まっていくことを期待しています。そして、彼らの成長とともに、ファンも一緒に歩んでいくことができるのは、何よりも素晴らしいことです。今後も彼らの活動を見守り、応援し続けることが、私たちファンにとっての喜びです。彼らの関係が、どのようにしてさらに発展し、新たな魅力を見せてくれるのか。 楽しみにしています。そして、彼らのパフォーマンスが、これからも多くの人々に感動を与え続けることを願っています。最後にもう一つ質問です。あなたが一番感動した彼らのエピソードは何ですかそのエピソードがあなたにとってどのような影響を与えたのか、ぜひ教えてください。彼らの魅力を共有し、共に語り合うことで、私たちファンの絆もさらに深まることでしょう。